皆さんこんにちは。今ですね、夜中の3時なんですけれども、現在ですね、台湾のションチョンチエイエ市におります。日本語だと創業が良い地って言うんですけれども、ここなんとですね24時間やっていて、必ず屋台が出ているらしいんですけど、今ねこれ 1個出てますよね。1個多分ね、この辛い店なんですよ。辛い店、ちょっと奥の方にはもう1軒ありますので、なんかやってますよね。でもうちょっと進んでいって、どのくらいやってるかなと思ったら3軒くらいしかやってませんでした。コロナなんでこのくらいなんですかね。もちろん食べててもよかったんですけれども、なんかねちょっとあんまり少なかったんで、これからコンビニに寄ってビールでも買って帰ろうかなと思います。であのね、他にやりたいことがあって、今台湾のセブンイレブンにアイボンっていう、端末があるんですよ。これはですね、日本でいうですね、セブンイレブンの、マルチコピー機にあのいろんな機能があって、チケットが発券できたりする機会があるはずです。ということで、僕イベントが明日あるんですけれども、これからねそのイベントに入るためのチケットを発券しようと思いまして、こちらのセブンイレブンのアイボンという機械に、向かっています。あらかじめホームページでこのチケットはですね予約してあります。今回はですねチケットプラスっていう台湾のサイトで予約を行いました。ですので、これから、そのチケットを取り出すための操作を行います。このチケットプラスっていうこのマーク、このマークを見つけて、ここから取り出せれば成功になります。おそらくこの動画にたどり着いた方は、皆さん、日本ではチケットを取り出したりすることができていると思うんですよ。まあ、セブンイレブン以外にも、ファミポートとか、ローソンチケット、そういうところの端末を使って、チケットの券を取り出すことが可能なんですけれども、ここはね、台湾なんですよ。読めません。いや、わかります。読めませんよね。見えます？ということで、中国で書かれた大きなメニュー6つを、これを日本語に翻訳してみました。メニューを左上の方から順に解説しますと、まずはね、チャージ、左上のプリペイドカードチャージ、右に、ポイ活、あとは下にチケットあれこれ、宅急便、印刷する、電子請求書みたいな、まあいろいろありますけど、まあ今回ね、必要なのはチケットあれこれですよね。ここまでがステップ1なんですけれども、ここからねステップ2に続きますけれども、今ね僕やってるのはもう本当に悩んでます。何やってるか分かんないですけど、ここからですねアフレコで次のステップ2の説明をさせていただきます。13個のボタンが出てくるんですけれども、これですね、この中の一番右上のショーピャオシートン発券システムに進みます。すでに日本にいる間にチケットを予約してありまして、お金も払ってるんで、ここで取得するだけですね。チケットを取り出すっていうところとだけをやります。ステップ3でチケットの購入、チケットの受け取り、あと払い戻しとございますが、だいたい皆さんもうウェブページでチケットを購入してるんで、ここでは受け取りを選択すると思います。ということで、僕ここまですごく悩んできましたけれども、ついにですね覚醒します。この10秒後、今これからですねステップ1から正しく操作を開始します。ステップ1ではチケットを購入するので、チューピャオが含まれる、チケットあれこれを選びます。ステップ2ではショーピャオシートンである発券システムの方に進みます。ステップ3ではチケットを受け取るだけなので、チューピャオを選びます。出ました、ついにたどり着きました。このチケットプラス、このチケットプラスのロゴやっと発見しました。ということで、もうねここで達成感が感じられます。もう規約を見たらね、なんか終わったって気がするんですが、あれこれね、新たな章に突入したようです。ステップ4でシャオチハオマチュピャオダイマーを入力する、まあつまりですね、携帯や電話番号とチケットのコードを入力してくださいということが、表示されています。携帯電話番号はチケットプラスに登録したときに使った電話番号でよくて、チケットのコードは、さっき表示したウェブページに出ています。これら2つを、登録しなければならない感じですね。で、すみません、今ねこれねアフレコでいろいろ調べてから喋ってるんで、いろいろ理解はしているんですけども、この場で入力するときにすごくよく分かんなくて、いろいろ悩んで打ったりしています。で、まあ多分これが携帯電話番号だろうなっていうのを入力して、その後に今、すみません、手元とあれが、いろいろバレちゃったらあれなんで今隠してますけど、携帯電話番号とチケットのコードを今入力して、最後にボタンを押そうとしています。
ということですね、無事、全然無事じゃない、無事じゃなく全然ダメでした。よく感じ、あのこの中国語を読んだらですね、注文が見つかりません、再確認してくださいという表示が出ていました。いやーこれね、もう一回やり直そうとしてます。ということで、先ほどのステップ3まで行った後のチケットプラスを表示して、それから、規約みたいなのを表示したと。ここでこの画面をよくよく見たらですね、上の方に英語で書いてありました。外国人なら国別コードを追加しろ、そういうことですね。日本の国別コードっていうのは81なので、携帯電話番号の前に81をつけて、その後に最初の0を除きますね。080781、その後に番号を続けて入力します。それから先ほどの、チケットのコードですね、これを入力して最後にボタンを押します。おっと、出ました、やりました、やりましたよ。無事に僕が参加するイベントの名前が出てきました。これで最後のボタンを押すと、レシートが出てきますね。レシートが出てくれば大成功となります。来ますか来ますか、あ、来ました、やった、大成功。ここから先はですね、皆さん日本でもやったことあると思うんですけれども、セブンイレブンでもファミポートでも、ローソンチケットでもそうなんですけども、このバーコードを持ってレジの方に向かいます。台湾の違うところですね、ここの先ですね、さらにあの手数料を払います。今回は30台湾ドルを払うんですけれども、これをねこの後レジでやります。本当に今ね夜中の3時過ぎてるんですけど、実はですねこのお店結構お客さん来ます。さっきからねあの入店のチャイムがバン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 鳴ってたんですけど、あの夜になれば空いてていろいろ楽にできるかなと思って夜中に来たんですけど、それでもねここお客さんすげえいるんですよ。まあ治安が良さそうなんでまあいいんですけども、でここで今ね、50台湾元渡して30台湾元お釣りでもらうはずです。で、あのボタンを押さなきゃいけなくて、なんか、この後、チケットが出てくるんで受け取ってくださいねって分かりましたみたいなボタンをさっき押しました。で今お釣りをもらって、でこの後ねすぐにこの店員さんがチケットを奥の方から持ってきてくれます。ということで無事にチケットをゲットすることができました。ありがとうございます。これね、このチケットをね明日持っていくんですけれども、ちょっとねまじまじと見たりして、まあ、どっちかというと僕ねあのもらった入れ物には入れるタイプですので、このまま入れようとしてるんですけど、これね日本だと大体入れてくれますよね。なんですけどね、まあ台湾ですし、まあ夜中の店員さんですし、まあ、こんな感じかなと思って自分で入れています。まあ自分で入れた方がなんか面白いし、なんか楽しんで入れてます。裏にねあのレシート入れたりしてますけど、ありがとうございます。ここまで見ていただいてためになった、面白かったでしたら、チャンネル登録、あとはいいねなど押していただいて応援していただければ、次の動画を作る励みになりますので、ありがたく思います。ビールを買い忘れてしまいましたが、ありがとうございます。次回もよろしくお願いします。